イチガト糖尿病はいでは僕はインスリンが出るところが人よりかはもう動かんくなっとるんですよね、外部的に注射をお腹に打つみ,みたいな、なん,なんだこれみたいな、なっとるんすよ、タイ人が、お前、これ、お前、リキッドやんけみたいなてて <laughs> こそしたら隣、もう一人のやつも、うわ、これ、お前、こいつ、リキッド持っとるかなみたいになってて。 <laughs> 誰みたいな「ウェイ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 ユナ」みたいな「イートアクターイートアクターユナイートアクターユナ」って言ったら「はぁはぁ」みたいな感じやっててリアルな話どんぐらいバズったんですか100万回ぐらいのやつが400万回ぐらいの感じですねマジっすかはいやばいっすよねやばいね中学生時代に父親が亡くなったなんで亡くなっちゃったとかって話しますかその親父が亡くなったのは理由知らないんですよねうせ、ん、やんでカチーンみたいなはい,はい、はい 僕が今この親父の墓と思って一挙の墓もほんまに親父の墓かどうかもちょっと正直わからんのですけど同じ徳島の、はい、トマトソン君とティーソン君のスターはいこれ結構個人的に好きってはいじゃあ歌ってもらってもいいですかいいっすよ星の数星の数はいということで今回のゴールデンアッシュポッドキャストのゲストは ラッパーの、ティーストークです。よろしくお願いします。よろしくお願いしまーす。よろしく,く。いやー、四国。四国,四国リプレゼントですもんね。<Yes. S 1> やばいっすね。え、徳島。徳島です。ですよね。はい、ずっと生まれも育ちも徳島ですか。生まれも育ちも徳島です。おお。え、なんてとこなんですか。徳島の。徳島の。おお、鴨名。鴨名。えー、鴨名小学校、鴨名中学校。ですね。<laughs> でも鴨名っていう地名があるわけじゃないんですよ。あ、違うと。はい。 それも住所になっちゃうんでまあ言わないですけど言わないですけどあそうなんだあそういう地域があってどういう地域なんですかそこああぼあの眉毛の眉にあの漢字の山でビザンって読む山があるんですけどはいはいそれがその言うたら裏山みたいな感じでその山の麓なんですけどカモナは言うたらそうっすねいろんな元気な人が多い多いと思うっすね元気人が多いだはい元気え割と田舎の方っすか いや徳島の中やったらシティですね、徳島市なんで一応、市の中だ。はい、県庁所在地。はい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 。なるほどですね。じゃあ結構シティボーイなんですね。そうですね、徳島の中で見たら。でも言うても徳島市も結構、まあそうですね、田舎ですけど、でもその外れたまだ西の方とか南の方とか行ったらもっとローカル、自然やし。ああ、なるほどですね。はい。そういう感じなんですね。そういう感じです。昔からはどういう遊び方したんですか、子供の頃とか。昔は そうっすね田んぼで野球とか、田んぼで野球、田んぼでサッカーとか、<laughs> <laughs> あとまあゲームもよくしてたし、あとは山、うん、山行ったりとか、はいはい、そうですね、まあ、あとゲーセン行ってプリクラ取ったりとか、プリ,プリクラ取るんだ。<laughs> はい、というキャッチャーしたりとか、<laughs> バイク乗ったりとか、バイク、えー、でも僕はそんなでかいバイクは乗,れ乗らなかったんですけど。はいはいはい とかっすかね。ええー、なるほどですね。はい。え昔好きだった遊びとかは、一番好きだった遊びとかあるんですか。一番好きだった遊び。昔っすか。<laughs> 昔っすなんだろう。でも、結構、その、友達の家。はい、うん。でも、こういう空間、と、の、友達の家。でも、絶対みんな集まって。はい,は,いはい、はい、はい。で、もそこで、別に、何かをする、とかでもなく。うん,うん。こう。なんだろうな。 溜まってるその時間が結構多かったんですけどそういう時間がまあ結構一番楽しかったですはいはいはいえ昔から音楽をやってたわけじゃないですか昔っていうのは例えばその幼少期小学校中学校とかで、はい、ラップとかやってたのかなっていう音楽を触れてるその生い立ちだったのかああ<ー>気になるなと思って中学校の時とかはにこの言うたらその iPhone とかで。はい YouTube 開いてこの僕ジブラさんが当時めっちゃ好きだったんですけどそのジブラさんの YouTube 今ほどそのインストゥルメンタルとかもネットにないわけっすよ当時中学生の僕の時ですね。それでもまあ限られたあるやつを流して「ちょっとこれで俺リリック書くわ」とか言って友達の家でこうイヤホンつけてこうリリック書いてそれを iPhone で鳴らして。 俺ラップしてそれを友達が動画撮ってるみたいな遊びはしよってそれを俺のおんなじみこの間持っててうわクソガキやな俺ってめっちゃ思ったですね。やいること何も変わらんわ。だえだって最初に中学時代のかなジブラの「結婚と理想」と現実これを聞いた そそうう小学生ぐらいっすね。が入りだったんですか入りっす。ん入りって結構ごついす。ねごついわかんないけど結構ごつぎのかなっていう恥ずかしいっすね。いやいや恥ずかしいっすね。タイトルが小学生が聞く曲のタイトルじゃないっすよね。いやそれが結構言うたらその結婚と理想の現実が入っとるアルバムを聴いたっていた でその中で一番その印象に残ってた曲が「結婚と理想の現実」とか「ミスター・ダイナマイト」って曲があるんですけどとかが印象に残っててっていう感じでですすねねなるほど当時僕全然ヒップホップとか聞いたことなかったんですけどなんか。 この曲は結構上向こう上向こうってすッごくで言うんですけどなんか当時の俺からしてもなんか何言ってるか全然分からんけどなんか上向こうかっこいいなみたいな感じからこう徐々に入っていってなるほどで,す、ねはい、で DVD とか貸してくれて親父が、うん、でそれを見たらうわすげえなライブの映像とかはいはい,はい、はいはい、でそこからなんかその「流派ある」っていう番組がヒップホップ地上波であるんですけど 今もやってるですね,ですね去年僕インタビューで出演させていただいたんですけど、はい、それとかもまた親父に教えてもらってはい、はい、ゆうたでも深夜の1時半とか2時ぐらいにやってた番組なんですよ、ねはいはい、でこう頑張って起きたりとかこのビデオ入れてこう録画したりとかして見るみたいな、はい、楽しかったですね <laughs> <laughs> そうやったそういうあれだったんですね、はい、ええー、なるほどねそれでまあちょっと中学生時代に父親が亡くなって そうですね。中学生ぐらい。中学生ぐらいの子はい。それはどういう、なんで亡くなっちゃったとかって話してますか。僕。その親父が死んなくなったのは。うんうん、あのー、理由知らないんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。この小学。うん、それこそ四年生とかぐらいに、いきなりその。はいはい <laughs> だから生まれてからこの小4までの間は家に親父親はいなかったんですよね。そうういことかでその時に登場したんですよ急に。急に。まあ多分おかんと親父のことも流れがあって僕からしたらもういきなり登場したみたいな感じじゃないですか。そうですねで登場してめっちゃおもろいやんみたいな「あ親父やん」みたいな。でヒップホップ聞かせてくれたりとかいろいろドライブ行ったりとかいろいろ遊んでて引き続きで中2ぐらいまで遊んでて。 そしたら、あのー、友達とかが「お前の親父めっちゃおもろいなー」みたいな結構人気者で,いいで俺も友達とかと一緒におる時に暇になったら「はい、ちょっと親父連絡してみる」みたいな「え、はい、しようぜしようぜ」みたいなたそういう感じだったんう感じ結構人気者でファンキーだったんですけどはい、はい、で中二の時にその僕と友達でこの5連クで遊んでる時に、はい。<laughs> あのー、親父に電話したんですよねほ、うんじゃうずっとこの音信不通なんですよ<ー>あれみたいな、はい、でいよいよ怪しいなと思ってこの親父の家族とかに電話して初めてしたんですよ、はい、そしたら「いやこのそれが多分7月とか8月とかあったんですけど、はい、電話したのがでそのつい最近の3月になくなったよ」みたいな聞いて「<ー>う,うみたいな「うせやん」みたいなあそういう感じだったんだそうすですカチーンみたいな って感じですねなんでなんで亡くなったのかわからんし、うん、僕が今この親父の墓と思って一挙の墓も、うん、ほんまに親父の墓かどうかもちょっと正直わからんのですけどえそうなんですかいやそうなんですよね。えー、あの言うたらそのお墓っていう感じじゃなくてはい、はい、このお寺とかでこうたくさんの人と一緒に。っていうそのあるじゃないですか施設というかお墓っていうんですかね。うんうん そういうことかはいで、うん、僕その直接教えてもらったっていうわけでも間接的やからでももうそれを信じるしかないというかまあそうですね、はい、確かに今はそれを信じとるからまあそこにこう生き寄るですね生きっていうなはい,はい,はい、はい、なるほどですねえそのその後、まあそのお父さんといろいろあって、まあ、お父さんがヒップホップの入りだったと思うんですけど、はい、そこから高校生になってラグビーとかもやってたんですよねはいそれはいつからラ,ラグビーやってたんですか ラグビーは高1なんだ結構じゃあ高校生入って始めた感じだったんですね高校生から始めましたでどんぐらいやってたんですかえっとやってたのは高1だから高2の手前の高1高1の冬まであ一1年ぐらいだったじゃあやってたんすよ言うたらそのそうですねまあ膝を怪我したんですけどで膝を怪我してあの そうですね、本気でバリバリやってたのはそれぐらいの期間ですね<ー>そこからまあちょっとずつフェードアウトしていくみたいなですえ急に怪がきちゃったんですか何かやっててとか試合中ですねあそうなんだ、はい、うーわエッグいやでも全然その何ていうのその時とかはやっぱ僕本気でそのラグビーやってたんでその気持ち的には、うん、もう言うたら僕のライフスタイルにはもうラグビーなく、うん ななななくしてはいいみた時時時代代わけすよ僕の当時の当だからラグビーを本気でしてるから、はい、その何て言うんだろうなそれでもパチンとこう試合中に膝切れても「うわ歩けんわ」みたいなガクガクなるみたいなか<わ>ってなって「ああもうこれやばいほんでもう監督にバーッ言われて「はい、山も出ろ」みたいな「休んどけ」みたいな「うわこれ多分相当やばい気がした気するわ」みたいな。 でもめっちゃ悔しかったっすけどでもまあなるようになるかみたいな感じでこの、まあ、手術とかしてでまあリハビリとか、まあ、全治10ヶ月ぐらいのけがだったんですよ。はあ ままああっすね、それ。そうなんですよね。10月 ?10 月です。で、こう、半年ぐらい、装具つけなあかんくて、たまにいると思うんですよ、東京の駅とか歩き寄ったりしたら、装具つけとる人とか、松葉つけとる、まあ、言うたら、ああいう感じっすよね。そういうことか。はい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 。うわー、ガチな怪がまあ、戦いの証ですね。戦った証です。で、そっから、え、でも高校でラグビーで怪我しちゃってからできなくなって、学校にも行けなくなったみたいな。行かなくなったみたいな。 そそういうい感じだったんですかそう学校も行かんくなってですね、はい、このそう言うたら結構徳島の中でもちょっと頭いい学校だったんですよ<ー>新学校って言われるんですけどよく分からないですけど、うん、<laughs> <laughs> でそこにそのあのなんて言うんだろうなもうそこでラグビーがどうしてもしたくてででも頭 ある程度勉強できんかったら入れんみたいな。うんうん、で、その当時の僕の学力では無理みたいな感じやったんですけど、うん、そのもうマジ1か月、2か月、死ぬ気で勉強して、<ー>死ぬ気で勉強したらギリギリ入れたんです <laughs> ラッキー <laughs> <laughs> そうなんだ。はい。<laughs> で、そこからこうラグビー、だからラグビーするために勉強したみたいな,感じな。そういうことか。逆にね。はい。ででもそれ やのにラグビーできんくなってもうたら「え俺ここで数二とかなんかなんか物理とかな,かなんか学んどるけど」<laughs> みたいな「これ役に立つんかな」みたいななってきていよいよう、うんうん、そうっすよねなんかしたいこととはちょっと違う気がするみたいなでそのラグビー始めたぐらいの同時並行でい,いとも中二ぐらいからラップっていうことはすごい興味があったんで自然とそっちにシフトしていった感じっすね なるほどっすね。はい、ええー、え、だってラグビーを、ちょっと戻っちゃうんですけど、ラグビーを始めたいと思った理由とかってなったんですか。はい、なんかあったんですか。そのきっかけというか。はい。では、あの、中三の、時に。はい、僕の幼馴染が。あのー、スポーツ推薦で、はい、その僕が。行ったこの学校、に、もう決まっとったんですよ。ラグビーで入るっていうのあー。はいはいはい。で、そこの学校対、まあ徳島の強豪校。はいはい が、この花園っていう、花園わかりますか。聞いたことある気がする。まあ、結構でかい、あのラグビーの。そうそう。野球で言うたら、甲子園みたいな感じです。あ、そういうこと。だわかるですか。その感覚。で、その花園行くための徳島予選。で、その強豪校対、僕がこの行った学校。で、こっちの強豪校はもう、多分約10年連続優勝。やば。でも。 もう毎年行ってるみたいな花園に毎年行ってるみたいな感じやったから <laughs> その会場ほんで言うたら幼馴染みに誘われてじゃあ応援行こうぜって言ってまあいいよ行こうでっつって行ったんですようん、うん、でも会場の雰囲気ムードとかも言うたら強豪校勝つでしょまあ、ね、楽勝でしょ今年もみた, <laughs> <laughs> みたいなみたいな雰囲気なわけですようわすげえみたいなでもその中で勝ったんですよ、はい、この僕が行った学校がね、えー、マジ歴史で 約10年連続、はいはいはい、うわーってなるじゃないですかなるす,、ね、すげえみたい <laughs> で言うたら地元の先輩とかもそこでこの,そこの高校進学しててそこでラグビーしてる人とかもいらっしゃったんですよね言うたら中学の時の先輩とかうわすげえなーってなってそれがきっかけっすよあもうその瞬間にあもうここでラグビーしたいみたいなうん、うん、おもろそうみたいな。<ー> <laughs> ででも死気勉強しすすげえなはいそれを見て感動して死ぬ気勉強できるっていうそのんていうんですかね行動できるのがマジすげえなと思うんですねあざすすげえな今になってちょっと気づああそうですでもそういう大事っすよね結構昔からそういう感じっすねそういうことか結構集中してこれやるって言ったらもう最後までやりきるみたいな結構そういうタイプはいやりきりたいっすね最後まではああなるほどっすねちょっとつしんやと思うっすそういうことだはいはいはいそういうタイプっすねはいでも感じるっすね 感じるですかはいはいはいめっちゃもうまっすぐガーって進むタイプなんだろうなって勢いが勢いが勢い余っちゃってこのインタビューに収めれるかどうかアイザックさんねちょっと頑張りますちなみになんですけどそこからラップを始めて最初はフリーサイルですよね要はフリーサイルを考え始めてみたいなそれはどういう練習方法とかしてたんですか あのこの高校の時の友達とかにまず僕がこうヒップホップヒップホップっていうジャンル音楽とかこうフリースタイルっていうのがあるっていうことをあのまあ伝えていったんですよで僕が宿とか県外行っても言うたら僕怪我してるからあの練習とかほぼ参加できんけどみんながこ練習終わった後その宿舎でこう寝る時間とかこう飯食う時間とかのそういうフリーの時間あるじゃないですかはい、はい。 そこを言うと、も遊びなわけです。遊び感覚は。だからそことかで結構僕がこう伝えて、そしたらこの全員が全員このアンテナにビーンって反応するわけじゃないんですけど、この一定数こう反応する人がおるんですよ。友達が。めっちゃおもろそうやん。言うてちょっと頭いい学校やから、このごっつ頭いい友達とかからしたらインおもろみたいになるわけですよ。こういう感じでインなんや、ね。はい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 。 頭ががいいが故にいそ,ういうそういうのもまたおもろくてでも,でもヒップホップでおもろってなってつながるわけやしじゃあちょっとフリースタイルしようぜみたいなで僕も全然はな鼻くそなぐらい下手くそだったんですけどでもそういう時からこう一緒にやってとかででも次第に僕がちょっとヒップホップにこう情熱を注ぎ始めてあのこうやってヒップホップストリートでフリースタイルとかサイファーとかしてる人のところに行きたいって。 っってなってな、うん、僕そのツイッターとか YouTube とかでディグったんですよほん、うん、だからその徳島でサイファーしているこの年上の方々ラッパーがいるっていうのを情報つかんで「熱っ!」みたいな <laughs> こんなかっこいい人徳島おるんみ,みたいになって「やば!」みたいになってそこも DM 送って「<laughs> えー、あの僕行きたいっす」みたいなサイファーしたいっすみたいな、はい、でそこからその人たちとリンコップして高校行きながらっすかね多分。はい で、そこで言うたら、たまにサイファーしてるときに僕も行って、みたいな、こうフリースタイルしたりとか、はいはい、たわいもない話したりとか、はいはい、そういう感じでこう、始まっていったですね。で、そのうち自分がこう主催して、こう、サイファーをしたりとか。ね、へえ自分で主催したんだ。そうっす。ゆくゆくは、そのゆくゆくは、自分で。 その先輩が徳島からちょっっとおらんななるみたいになったいですよでもその先輩がまあ言うたら主催というかそういう人がやってるから集まってくるみたいな感じやったんですけどこの時おらんくなるってなって干、うん、したら俺もサイファーできんやんってなってうん、うん、どこでしたらいいんだろうってめっちゃ考えたんですけどうん、うん、で僕の友達同い年とかでも結構ラップしてる友達ヒップホップしてる友達多かったんでみんな誘って毎週水曜日だったかな。 とかに、はいあのー、徳島駅前で集まってスピーカー持ってって、えーはい、みんなでラップしようぜみたいな「<laughs> おいいね」みたいなってでそばってみんな集まりだして <laughs> これ自然と結構いろんなところから集まるようになってきて市内だけじゃなくてうん、うん、そうですねそういう感じでサイファーとかフリースタイルはしてましたえどんぐらい集まったんすかその最大規模で サイファーでもそんな1人マックス10人ぐらいかな多分ストリートそういうことかストリートサイファーみたいなはいそのストリートサイファーのルールってどういう感じなんですかバトルするんすかバトルとかもやるしこう円囲んでこうなんていうマイクジャックじゃないですけどこうひたすらラップし合うみたいなええとセッションっすよねはいはいってことですよねビート真ん中かけてみたいな俺いくわみたいなこう蹴って4小節蹴って48小節蹴って次みたいなそうす なるるほどどね。そす。んんらいやか。時間すか。時間。はもうありえんぐらいしょったっすね。もう言うたら十七十八なんでその時の俺らの遊び方なわけっすね。ことか。これこれが一番楽しかったしこのなんて他の人とかだったら言うたらまあ部活しようこうもおるだろうしバイトしよう子もバイトももちろんしようとしたっすけどバイトしようる子もおるだろうしまあ人それぞれみんな遊び方だからゲームしようる子もみたいなでも俺らの中でもそれが一番いけとったしも一番楽しかったんでいやマジで俺らマジでめっちゃいけてるわみたいな。 <laughs> <laughs> 俺らの遊び方いけすぎみた, <laughs> みたいな感じで集まってましたねとり、ね、なるほどね、はい、すげえ何時間もやってたんだよやっぱ、はい、もう大雨とか台風の日とかでも <laughs> カッパ来てバ <laughs> イブス高いやつらはその時だけはめっちゃ人少ないんですけどバ <laughs> イブス高いやつら傘さして,て <laughs> 俺もカッパ来てゲーム付きでバーン <laughs> マジっすかすげえなバイブス酒井だバイブスすげえなストリートでやってるそれぐらいのバイブスなんてできないのかなやっぱそうなんですかね僕はでもそういう感じっていうかやろうぜみたいなでついて誰か来るってなったらついてきてくれるってなったら俺も行くみたいなでも一人ではさすがにやらないですけどまあ俺も暇なんで暇だったんでその時ははいそっかそっかえでもそれはじゃあもう本当に友達の中でんか練習してったみたいな 感じですかは,はいそういうことかサイファーとか結構あれですよだって UMB 徳島2017年からはい3年連続、はい、そうですね徳島優勝ですよねはいやばくないですかいやバチバチっすねバチバチっすね <laughs> <laughs> えその時はどうだったのかちょっといろいろ聞きたいんですけどいやその時は結構家のサイファーとかしてるったりとかはい、はい、でそのままサイファー まあするようになって、まあ言うても一週間に一回絶対友達と会うんですよはいはい、はい。言うた。その決められた日に絶対友達と会うんですよはい、はい。で、もうラップして、最近こういう曲聴いたとか。最近作った曲を聴かせ合ったりとかはい、はい、言うたフリースタイルするだけの場所ではないんですよねはい、はい。こうみんなでこう一のなん、たまり場、タバコもするし、コンビニで飯も食うし、誕生日だったら、こう。あのコンビニでケーキ買ってきて、バチャーンとかもその場でするしみたいな、なんかそういう。アットホームな空間だって。で、そのまま僕、その言うたら。 えと徳島の,そのイベントしてるサウンドバーにあのその先輩とかにあの連れられてじゃないけどイベントしてるらしいみたいな感じでいあの連れてってもらったりとかしょったんですけどである日その僕が初めて行ったクラブクラブっていうかイベントがそのレゲエのイベントやったんですよでこのゲストもたくさん来られててビッグマンの人が。 でパンパンンだったんでですよね、はい、でやっぱ入場代も優太3,000とか4,000とかで僕17とか18とかあってまあゆうたはもう昔そんなマジで金なかったんでいやこれイベント行くにまず3,000はちょっと高すぎるみたいな <laughs> ね昼飯三回食えるみたいな感じじゃないですかうわやばいみたいなでそこの主催の人がレゲエ DJ でマット・ケイさんっていう人なんですけどはい、はい、これマット・ケイさんがこの。 あの、またけいさんみたいな。 面識、あのー、はあって「うん、マットケ算みたいな「ちょお金ないっす」みたいな「でも <laughs> 中入りたいっす」みたいな <laughs> 言ったら「じゃあほらお前なんかお客,あのお客さんを <laughs> 何人やったかな10人かな、うん、5人か10人、うん、こう僕と2人で5人か10人連れてきたらタダで入れたるわ」みたいになって、うん、僕ストリート歩きまくって多分その5人か10人こう決められたボーダーライン連れてきたんですよバーンってそしたら「お <laughs> ティスト熱い」みたいになって「<laughs> お前ら熱いな」みたいになって「おいい,いよ」みたいな約束,約束を守るわみたいなってあざっす」みたいな。 <laughs> でそれで一旦が初めてのクラブというかイベント、はい、でレゲエでそうめっちゃダンスしたりとか、えー、でそういう感じでその徳島のシーンに溶け込んで僕は行ったんですけどむしろ自然と僕もちょっとやっっぱでちょっとライブも始まってきて初めてのライブもし始めてやっぱ音楽、ヒップホップ面白いなっていうか楽しいなっていうか気づき始めてで、主題とそのイベントをするようになって行ったんですよ自分が主催で,あ自分で。ははあ、そうなんだ、はい でそれの、えー、一発目自分がやったことは言うたらその僕のお兄たちがこのナイトのイベントうん、うん、夜のイベントっていうのはもうやっとるわけですよこのレギュラー帯でやっとってそこにいきなり僕ヤン,ヤングな俺がこのナイトのイベントをしてもやっぱそのお兄たちの遊び方の方が絶対 アダルトやしそっちの方が絶対んだろうムードに合っとるはいはいはいで俺まだまだヤングだったんでだったら MC バトルのイベントをしようと思ってああそういうことかはいで昼間からその同じ場所でマスターと話して打ち合わせしてほんでイベントを開くようになったんですよあそういうことかはいえそれが初めての主催ですね主催だ MC バトルのイベントをはい結構やってたんですかえ 結構やってたんですか。ボリュームどれぐらいやっとったんだろうね。結構やっとったよね。五か六ぐらい。<ー>ボリューム五六ぐらいまでは。結構やってるっすね。下国城っていうその。下国城。あのー、イベント名なんですけど。はいはいはい。 いい名前ですね。いい名前すねなるほどね。でそれで MC バトルやり始めたのか。ええなるほどね。で自分も MC バトルもやる出てみたいな。そうその主催主催では僕は司会主会だけですね。ああそういうことかライブはするですけどでこうやっぱ賞金もあるし確かにねでこの勝ち取ったらライブもできるみたいなそういうことかそういうシステムっていうかルールというか趣旨ですよねイベントの。 それでやっぱ次第にその最初徳島だけで始めたのがこう次第にこう大阪とか関西とか<ー>滋賀の方とかあとまあ田四国え香川愛媛高知とか広島とかまあその辺までの,あのプレイヤーたちもこのイベントのバトルに出るためにこう来てくれたりとかで京都の人がかっさらった次のえボリューム 次の会はい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 みたいなのがこういい感じにこうつながっていってはいたくさん来てくれました友達がそのおかげで結構友達も増えたしはいはいそうっすよねはいすげえな自分でイベントと走ってるっすね走ってるって言い方が悪いからそうっすねでもまあ友達と結構ご飯食べたりとかしましたそのそういうことかはいえすげえな自分でイベントやるラッパーってまあまあ少ないっすよね 今は絶対少ないですねですよね、はい、当時はでもそれをしなきゃいけなかったのかいやもう当時はもうそれしかすることなかったいやすることなかったって言い方は変ですけど、うん、ここまでそのユーテ TikTok とかも存在してるしそそ YouTube で、うん、その MV 上げれるっていうのもユうタも画面の向こうの話やしでそのサブスクとかもギリこう始まったぐらいなんでな、ね、そうその時当時だったら僕 CDR にでも CD 作ってこの MacBookAir みたいな昔のやつこう CD 入るじゃないですかあのタイプのやつを僕貯金して15万円で買ってそれでもう1枚1枚ダビングっていうんですかね CDR に僕のデモの音源を入れてサインみたいな書いて曲順書いてそれを一つのパッケージしてそればらまいたりとかそれ2枚ぐらい作ったんですよすげなマジっすかそれが高校生の時 高校ぐらいすねすげえな10代10代からそんな動いてんだはい結構そういう感じっす僕は僕のスタイルです僕のスタイルいやでもそういう結構重要っすねかやっぱそのなんかこれを見てくれてる人とかも結構そのラッパーが多くてはい20%視聴者の人がラッパーなんですけど結構みんなやっぱその僕もっすねじゃあそうですそうですみんなこのラッパーとしてもっともっとやっぱ知名度上げたいとか自分の曲を知ってもらえてた人もいると思うんでこの ストーリーというか t w i t t 君のこの話はめっちゃ参考になるんじゃないかなと実力っすね実力主義実力主義なるほどっすねえそれで UMB に出てはいそれでそうですねそれでその流れというかもうなんだろうなもうほんまにふっとっていうか地元だと僕は思ってるんでその誰に聞いても誰に聞いてもらってもいいっすあの地元の人とかそのなんだろうな 僕はやっぱその地元地元の大会言うたらその2016年はあの徳島予選っていうがなかったんですよ。はいはいはい。でその四国予選っていうくくりやって。ああそういうことか。四県で一つに予選しかなかったんですよ。はいはい。で僕はその2016年の四国予選は愛媛県だったんですけど、うんうん、その愛媛県には行ったんですよ。うんうん。だからベストフォーぐらいで負けたんですよ。おお。には悔しいみたいな。うんうん、でその翌年に。 ついにこの徳島でもあるし香川でもあるし愛媛でもあるし高知でもあるってなったんですよ。別々で。ついに来たと思って <laughs> 絶対に俺取るわと思って絶対取ったらっていうかいやそれ取らんかった話にならなんでしょうと思って <laughs> もう本気やったっすね、うん、ほんならそのやっぱ UMB ってこの結構千葉知ってたというかなんだろうなやっぱそのチャンプになりたい人がやっぱ県外とかからも来るわけですよ徳島の予選だったら取れんじゃねえじゃないけど。 関西とかからも、ゆうた来てくれるわけですよ、徳島にチャンプになるために。で、それの中でも、バチバチにかましちゃったっすね。徳島の誇りをかけて。なるほどっすね。で、2017年、徳島優勝。で、2018年も優勝っすよね。2019年も優勝。19も優勝っす。3年連続。UMB で。はい えと2017年から3年連続だったんですけど、はい、その27年で全国大会初めて行って、はい、そこからはどういう感じで動いてったんですか ?2017 から18ってことですかそうです2017からええー、18年はえー、っとずっと音源作ってたですねでまず2017年の UMB に。うん 行くまではそのデモ CDR は作ってたんですよはい、はい、その c d に焼いたやつを持ってったりとか2017年の時は。で、まあ、その決勝の現場2017年の決勝年末東京の時にやっぱそのちゃんとパッケージしてその CD を売ってるアーティストの方であったりとかはい、はい。 T シャツ服を作って売ってる方であったりとかやっぱそういうのを見てあのすごい刺激を受けてかっこいいなと思ってだから2018年次の決勝は絶対その僕もちゃんとお金をいただいてあの1枚渡せるようなあの CD の作品をまあ当時は CD だったんでもうサブスクっていうのがまだなかったからあの作ろうと思って。 2017から2018の間はそのひたすら音源を作ってましたねその時に作ったんがあの当時僕あのビートジャックにめっちゃハマっててでそれでその当時の,そのメインストリームの,あの海外の曲のインストとかあとはまあそのスタイルのあるインストとかでまあ10曲11曲のやつをパッケージして。 あの作ったんですよビートジャックテープみたいな、ねはい、パーポーガーデンって言うんですけどそれはもうストリートだけで300枚ぐらいしか吸ってないんですけどそれをまあ2018年の決勝までに作って、うん、で2018年また決勝、まあ、優勝して徳島予選優勝して、はい、で2018年決勝持っていってうん、うん、で次2019年にはあのー、言うたらビートジャックなんで、まあ、言うたらリミックスじゃないけどリミックスみたいな感じなわけですよ。 なんでそのオリ,ジナルビオリジナルのビートでその作品を作りたいっていう衝動に駆られてでそこから18から19の間はオリジナルのビートで曲を作っていってで2019年の時にこのフィジカルの CD を持っていけたか持っていけてなかったかっていうのはちょっとよく覚えてないんですけどでもその「アポストロフィー」っていうその紫のデザインのジャケットファースト e p をまあ2019年ぐらいにリリースしてみたいな感じなんでこの2017年初めて UMB でその3,000人ぐらいいるそのステージでマイクを握ってうん、うん。 パフォーマンスをすするわけじゃないでかバトルでどんなもんやみたいなじゃないですけどまあそういう気持ちのぶつかり合いもあるし技術もあるしみたいなでも確実に僕の声がマイクを通してこの3,000人の耳元と心にバーンって刺さったのは事実じゃないですかで刺した方が勝つわけじゃないですかバトルってその感覚に僕はすごい衝撃を受けたんですよやっぱ僕小箱でしか音楽したことなかったし そのの当時の俺かららしたらな,んなこれみたいなステージでかすワイヤレスマイクみたいな <laughs> あそっかワイヤレスマイク自体が、はい、そっか初めてだったんだはいなるほどっすねそうっすねですごい可能性を感じた瞬間だったですね僕のヒストリー的にはなるほどねはいえちなみにビートジャックってどういうビートを使ったりとかしたんですかえー言ううたら当時カーディビーとかがこ ボーってこのメインストリームでガーンってきた時とかだったんですよーあと GEZ のノーリ,、e、ノーリミ i m、はいはい、あのー、そうそう。あとレイ・シュリマーの「パワーグライド」っていう曲があるんですけどとかあと何があったかなあと僕はしてないですけど a s ッ p f a r g のあのえっ、ー、何てっけんうわ名前ど忘れでした まッファッカーみたいな曲があるんですけど、コンプラかもしれないですね。まあまあまあ、まあちょっとユーチューブでいきますね。なんそれでをビートジャックして、ジャックしてあのパッケージしたですね。それはなんかその地元の先輩の DJ さんがその僕に勧めてくれたんですよ。ビートジャックどうって、あ、そうだったんだ。僕その海外のヒップホップっていうのをあんま聞 来てこなくてうそ日本のヒップホップしかあんま聞いてこなくてな、はい、で最初は一番聞いたのがケンデル・クラマーなんですけどの「グッド・キットマット・シティ t アルバムを初めてこの聞いたんですよでそれをもうひたすら鬼リピーするようになってきてうで最初はもう何言おうか全然分からんしなんか全然分からんみたいな感じやったんですけど <laughs> でもなんか聴けば聴くほどんなんかその深みというか。はい US のヒップホップっていうか言語何言ってるか分からんけどそのかっこよさは確かに伝わってくるもんがあるかもしれんみたいなに気づき出してその後にそのまた別の先輩の DJ さんがビートジャックシーアみたいなシーアっていうか熱いでみたいなお邪しますみたいなから始まりましたねなるほどっすねそっかそっかでそれは300円持ってって2018 すっってて持たでも年末に2300、あのー、枚を全部持っていったわけではないです。あそういうことか。多分。そういうことか。でも全部売り,売り切ったんですかはい。もうゼロ。手元に1個もないですか手元に1個もないです。へえー。<laughs> リミット超レアなやつですね持ってる人いたらちょっとやばいんじゃないですかいやめっちゃ暑いですねそうですよね超暑いと思いますねやばその前の CDR で白の CDR でデモ CD とかもやっぱストリートにはばらまかれてるんでこう持ってる人とかたまにおるんですよあそうなんですよ持ってますみたいなえっマジでみたいな熱っみたいなメルカリで売るなよ <laughs> ウケんだ <laughs> なるほどですね、うん、えで自分のオリジナルソング作ってで2019年にシングル「Let's Get It」「Let's Get It」「Let's Get It」が出たんですよねはい多分それ,ぐらいこれが今一番多分あれっすよね今までの中で一番バズってるそうですね,ですね一番ヒットしとるですねヒットしましたそれはどういう感じだったんですかこの その火つく瞬間が3回ぐらいあったんですよこの「レッツ・ゲット・イート」に関してはうん、うん。で最初そのリリースした時も言うその結構反響があってはい、はい「おっかっこいい」みたいな「熱い」みたいな、うん。でこう火ついてでそっからまた横ばいだったんですよこうやってうん、うん。でそっからなんか何でか分からんのですけどまたこの数字がバーンって伸びだしたんですよ、えー、ドーンっつってはいはい、はい。 それ原因不明なんだ原因不明っす、ね、なんか DJ さんがかけてくれたんかなんかきっかけがよく分からんのですけどあ<ー>まあ言うたら結構ライブしてたんでほんまに。なんでそういうのもあるんかなとかでそうでそこから昨年去年おととしかなその TikTok で、はい、バーンバズってこの3回ぐらいこの火ついた瞬間がありますねなるほどですね、はい、でも TikTok が多分一番大きいっすね一番バズ的には大きいもはい。 どんぐらいリアルな話どんぐらいバズったんですかその TikTok ですかそう、えーえー、150 100万回ぐらいのやつが400万回ぐらいの感じですねマジっすか、はい、100万回が400万回100万そう1 0万回だったのが400万回に増えたんですこの TikTok のバズでドーンやばくねやばいっすよねやばいね <laughs> だって俺も見てその、はい、なんかその動画をはい4.4ミリオンみたいな YouTube でをはいマジみたいな いいやティッッククトすすごいですよね,すごいねこれはまあ僕がすごいっていうか <laughs> いやでもそうじゃないですか、ね、そう僕もすごいんですけど、うん、もちろん <laughs> そうなんですけどでもそのティックトックもすごいっていうかいその振り付けしてくれた人もそうですしうん、うん、なんかたくさんみんながこう踊ってくれたっていうか、うん、まあそういうのがあるから広がったんかなと思うし。うんうん なんかそうしかも僕この TikTok で切り抜かれたところが、うん、この普通曲とかだったらサビとかじゃないですかフックとかはい、はいね、切り抜かれがちなんですけど、うん、僕その2番 2>,、うん、2バース目の頭を切り抜かれとるんですよ。そこが切り抜かれてて、うん、そこも結構僕からしたら熱っていうか。確かに 言うたらちゃんと曲聴いてなかったらそこ切り抜こうって多分ならんと思うしそうかもしれないですねあーここおもろいみたいになってでそのままこう切り抜いてくれてこう振り付けしてくれてるからそうそうすだからその曲を知らん人からすると多分あそこがあ あそこの部分がもしかしたらフックってサビって思ってる人多分おると思うし <laughs> はいそうそうそうほんでちゃんと YouTube で聞いたらあサビちゃうねやみたいなこれは何なんだろうみたいな不思議な感覚不思議な現象が起こってますねレッツ・ゲリは <laughs>、ね、間違いなくクラシックやしかっこいい、ね、僕も気に入ってる曲ですそういうのとかはでもたまたま別にその t i k t o 君側からオファーしたとかじゃなくて、うが勝手にやってくれたってことですよね。はい。それでいろんな人が TikTok がみんなダンスしてるんだ。そうなんですよ。そういうことか。はい。どうっすか ?TikTok のバズ、まあ、多分それをめっちゃ体感してるから、あのー、ちょっとその意見を聞きたいんだけど、はい、結構、まあ、俺のコンテンツとかも結構 TikTok で知ってくれてる人が多くて、はい、やっぱ感覚的にそのアーティストが TikTok から受ける恩恵みたいな大きいのかなと思うんですけど、はい、なんかそういうのって念頭に置いてやったりとかしてるんですか ?TikTok をはい。 動き方の中で <laughs> マーケティングとかであハ選んだハけ <laughs> いや僕はそのあんま意識してなくて <laughs> はいはいその僕はそのマーケティングとかもすごい大事やと思うんですよ <うん S 1> それなんでかって言ったらやっぱその僕はこうやって音楽を作るじゃないですか <うん S 1> でずっと音楽を作ってきよるし <はい S 1> 例えばザックくんだったらこうビデオを作ってるし で、まあ、絵描きさんだったら絵を作ってるし、うん、うでもこうクリエイターっていろんな形でこの世の中にいらっしゃるじゃないですか、うん。でその作ったものを僕だったらこう作ってこの日本中世界中の人たちの耳に届けるまでが僕の仕事やと思うんですよね、うん、一つの。でも僕が一番するべき仕事っていうのは音楽なんですよね、うん。だからこの 耳に届けることが優先順位的に上がっちゃうと、僕がしてることが意味わかんなくなっちゃうんですよね、はい。確かに、確かに、確かに、確かピュアに、僕、音楽好きで、こうやってるわけやから、はい。そのビジネス、もう、ほら、もちろん大事やけどうん、うん、その音楽をするっていう。このマインドとか感情にはマジで必要ないっていうか。僕の中では。でも、ラッパーなんで。 まあ大事な時もあると思うんですけどうん、うん、でやっぱその耳に届けるまでが僕の仕事やと思うんで音楽を作るまでが仕事じゃないんですよ音楽を作ってこう人に聞いてもらってかっこいいダサいっていう評価をしてもらうまでが僕の仕事やと思うんででもその TikTok を使ってこのやりたいとか何々を使ってこの曲を広めたいとか。 そこに関ししててては僕はは僕すごい特別視はしてなくこのチームの人とか仲間とかがこうこ,この曲はこういうふうにアプローチプロモーションしようと思うんやけどとかそういう話やったらあお任せしますみたいなお願いしますみたいな感じで、うん、なるほどですねはい僕そういうスタンスですねはいはい、はい、えじゃあ結構チーム作って動いてる感じなんですかチームは結構大事だと思いますやっぱチームっていうたらその例えば そのクルーなのかとかなんかそのレーベルなのかみたいな話になると思うんですけどまあそういうこの固い話ではなくてあの何だろうなこのまあ目に見えないところでこのチームでおれるかどうかやと思うんですよ結構一緒におらんくてもこのチームだから一緒におらんくてもこうちゃんとその。 動いて前に進んでいけるというかだって365日24時間チームの人間とはずっと一緒にいないじゃないですか離れててもやっぱその次合致した時には、うん、この前決めたプランが前に進んでてとかやっぱそういうのがすごい僕は大事だと思うんでそれ意識して僕は行動するように心がけてますね毎日そういうことかはいえどういう役割っていうかどういう人がいるんですかその自分のチームはティーストオンチームは あその制作とかですかううか制作とすごいシンプルですよあのレコーディングエンジニアさんがいて、はい、でプロデューサーさんがいてでラッパーがいて終わりっすああそうなんですか、はい、えそのじゃあそのこれをプロモーションしよう,しようと思うんだけどみたいなのはどういう, <laughs>、まあ、言,う言うたら僕もこの言うたらその2017年に UMB 取ってやから十、はい、多分言うたら2015年とか2014年とかには,はい、はい、多分もうこう。 まサイファー行き始めたりとかこうバイブスまあ行動を始めてるわけなんでやっぱそのこれ僕の中の時代があるんですよねで言うたらそのサイファー行き始めた時の高校の時に一緒にアップしようってやつは当然今僕の横にはいないしあのやっぱ人それぞれねこう僕はこうヒップホップ本気になってってとかまあそういうある中でやっぱ環境があるんで。 変わらない仲間もいれば新しく WhatsApp する仲間もいるしうん、うん、そういう感じっすねそういうことか、はい、でそのーチームとかっていうのもやっぱどの時代にもチームはあるんですけどうん、うん、あのー、そうですね僕のヒストリーはそんな感じっす、うん、はいそういうことか <laughs>、はい、なるほどですね、はい、えちなみに、はい、そのなんか結構そのマネージャーさんとかははいは結構そういうのも対応してくれるんですか どうういのですか自分のマーケティングのプランとかじゃあブッキングのかそういうのかな結構自分で個人でやってる人多いと思うんですよ今の世の中のラッパーとかはいやっぱその何て言うんですかね誰か一緒にやるだからさっきチームの話したから誰かと一緒に役割を分けてやるのって結構重要なのかなみたいなめっちゃ大事だと思うですそうですよねやっぱ人っていう感じは人と人が成り立っとるみたいなあれじゃないですかでもほんまにまさしくその通りで人って僕もこの10代の時とかは 一、あのーまあ、人、うん、もう全部一人で完結させたいみたいな感じやったんですよ。ブッキングの連絡から何から全部自分でしたいみたいなビデオもとかあったんですけど<い>でもやっぱその僕今24歳でまだ若いですけど、うん、言うてもあと6年経ったら30歳なわけですよ。すね、6年なんて一瞬じゃないですか。かって考えたらこのーチームで動いたら。 例えば1年で終わるけど1人でやったら3年かかるみたいなはいはいはいそういうことか分かるっすか言ってること分かるっすわめっちゃそういうことがありえるじゃないですかでも1人でやりたいっていうバイブス気持ちはすごい大事だと思うしふつふつとマジでやってやるもだってジャパニーズって職人やから確かにね海外に戦うためにはバイブスってソウルは職人じゃないですかだからこう突き詰めたりとかする人が多いと思うんですけどでも やっぱタイミズマネるやし、あの時間は限られてるから。こう役割分担とか、するのはすごい大事なことだと僕は思いますね。はい。そういうことか。僕のスタイルは今そういう感じです。なるほどですね。はい。めっちゃ参考になりますわ。あざっす。そっか。なるほどですね。え、ちなみに、この間、なんか、まあ、あの、あ、プロデューサーとかって。あれ、常に同じプロデューサー付けてるんですか。それとも。えっと、そうですね。 まあこれからのちょっとティーストーンの動きを言うたらあのこのえっとこのビデオが世に公開される時にはこのザック君との,このインタビューのビデオが公開される頃にはティーストーンの新しい曲が出てるはずなんですね、うん。はい でそれは言うたらまた新しいティーストーンなんでほほなるほどですねはい、はい、結構新しいティーストーンでやっぱ僕もしたい表現方法とかやりたいことっていうのがちょっとずつ明確になってきて、うん、自分のスタイル、はいはい、そういうのをちょっとずつ明確になってそれを表現していこうかっていう感じで始まって1曲目なんで、はい、あすいません大丈夫ですあのそういう感じですね<ー>でそれをちょっと結構楽しみに しはいはい OK そうです,ーです <laughs> えっそのプロデューサーはいろんなプロデューサー作品ですか今回はの次の作品は次はまあシングルなんですけどあシングルだはい次っていうか多分もう出てるやつはシングルであのでもプロデューサー僕、ね、結構この日本のプレイヤーラッパーとかにこのたまにこう思うことがあるんですけど、うん、こプロデューサーっていうのをこう認識し間違えてるプレイヤーがおる 聞きたいてすねんかビートを作る人ってビートメーカーなわけっすよ分かるっすかはいだからビートを作ってるだけでプロデューサーにはならないんですよ確かにでもビートを作ってくれたからプロデューサーって認識してる人がめっちゃ多いと思うんですよプロデューサーっていうのはあなたはこういうラッパーでであなたはこういういいところがあってとかわかるですかこれかるでいう感じで でビートはこれでとかでそのためにビートメーカーがいてとかなるほどですねわかるですか本物プロデューサーって絶対そうなんですよ確かに確かにはいそういうことかはいこれはめっちゃ重要ですよね結構重要じゃないですかめっちゃ重要ですねテスト出ますねテスト出ますねみんなノート取りましょうこれはティーチャーティーチャーティーチャーアマティーチャーアマティーチャーですねえそういうことかえじゃビートメーカーはいろいろ使うけど今プロデューサーもいるんですか一人はいついてはついてくれてるみたいい。な。はお 信じてます新しいその動きとかもこの,この間出た曲からもどん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 見えてくれるってことですよね。そ,うですねもうそこから始まっていくんで<ー>もう結構もうず、うん、ひたすら僕も曲作ってるしめっちゃ楽しいですねだから早くこの世に出る瞬間すごい楽しみやしこのななんだろうないい意見も悪い意見も全部こう自分の中で。 いいように消化してうん、うん、それをまたガソリンに変えていきたい,はい、はい、で変える前に作ってるんで言うたら<ー>こ始まりで始まりでここからポン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 と、うん、新しいティーストーン楽しんでもらいたいですねはいはいはいなるほどですねはい,い,いねえちょっと変わっちゃうんですけど、はい、フューチャリングはい 結構あの俺、ワトソン、はい、同じ徳島の、はい、ワトソン君とティーソン君のスター、はい、これ結構個人的に好きだって、はい、めっちゃいいなと思ったんですけど、ありがとうございます。ちょっとそれまず、これはもともと知り合いだったんですか、二人は。まあ、でもそっか、地元一緒だから知り合いなのか。そうですね。ずっと昔から一緒にやってたんですか。昔からっていうのが、みんなのどういう昔からによるか, <laughs> 確かによると思うんですけど、まあ、言うたら、昔からで知り合っとったって言ったら、昔から知り合っとるし。うんうんうん でも後がその音楽にヒップホップに本気になるっていう瞬間、うん、始まった瞬間に僕がおったかっていったらそうでもないしあーそうなんだでもその始まってからこう出,出会ったりとか始まる前にこう出会ったりとかっていう瞬間もあったりとか、はい、あの最最高です、ね、最高でですすすねねね、はい、なるほどっす、ね、え、ちなみにちょっとコーラスいちょっと入っていいですかちょっとリリックだけはいコーラスコーラスああフックですね、はい 寝てる暇なんてねお金も眠らねえ目を開け夢を見てるこれは結構いいラインだなと思うんですけどありがとうございます <laughs> えこれはどういうことなんか気持ちで書いたとかあるんですかえーっとやっぱ結構寝てる暇なんてないんですけどはあ、はあ、でもやっぱ寝るも仕事やと思うんでいいい寝るっすねで <laughs> <laughs> でもでも <laughs> でもやっぱタイミスマリングが詰まりんやしほんまに寝てる暇ないぐらいこう動く時もあればもちろん寝るんが仕事の時もあるし、うん、でも何だろうなその10代の時とかに比べると20代はもっと楽しいっていうか、うん、まあ大人になっていく中で24とかマジ今最高なんですけど<ー>でもやっぱす。 でもこの先がちょっとずつ見えてくるじゃないですか次もう30とかなんねやこの次40とかなんねやはい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 かいかいはいはいはではい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 はのはい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 はではいはいというんですよね。今できることっていういはたはてことかですね。はいはいはいのいは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 いいは あのサンプリングなんですよね。そうなんだ。はい。このえっとちょっとパッと忘れちゃったんですけど、サンプリングですね。こぼく刺激インスパイアがあって、お金も眠らないっていうワードは絶対に使いたいっていうか間違いないなってこう苦かったんで、それはスピットしました。なるほどですね。はい。了解です了解です。徳島のソウカイクスター。大都会じゃ見えねえ。大都会じゃ見えねえ。徳島のソウカイクスター。 スター,スター次から次生まれる地元のフットスター地元のフットスターは,いは,い、はい、は自分も含めハト、はい、ソンも含め、はい、他にも結構いるんですか徳島の徳島今めちゃくちゃすごいですよマジっすか、はい、ああフットスターですか、ね、何を定義してフットスターになるかっていうのはちょっと分からんのですけどでも僕はもうフットスターになったって自負してるしうん、うん、で次僕がならなあかん姿も,もう自分で分かってるし、うん このやっっっぱりみんなこの立場てていうか役割があって同じ人間は絶対いないんですよね同じ空間の中にで僕は思っててでそこでなんだろうな自分がやりたいこととかこのするべきこととかいろいろある中で徳島言うたら僕このディスリーさんっていう。 ピスリーさんっていう愛媛の出身のラッパーがいらっしゃるんですけど、はい、僕はその方のライブを言うたら18とか17ぐらいでうん、うん、徳島のクラブでたまたま見てう,ん、うん、うわ四国出身でこんなかっこいいラッパーいんねやって俺正直めっちゃ食らったんですよ四国出身ってかもうほぼ地元一緒でみたいな感じじゃないですかう,です、ね、うわすげえみたいな、うん、俺もほんまにやりたいっていうか、うん、俺も本気で音楽したい。 思って、えー、っていうあのディスリーさんがいたから僕はその可能性を感じて背中を折って音楽をして今にあるわけですよだからやっぱその先輩の上にはまだ先輩がいて社長の上には社長がおるみたいな感じで絶対そうだと思うんですよねで,ねでやっぱスターがいたからスターが生まれてくるわけやしスターがおる場所にスターは絶対生まれてくると思うんですよ深いっすね、はい、なるほどっすねで今 そうっすねなんで僕は徳島とか四国のヒップホップシーンっていうのはそういういい連鎖が自然と起こっていくんじゃないかなっていうか起こるようにしたいですねやばいっすねはいなるほどっすねめっちゃ個人的に好きなパートあってこれで、ね、はいあのねえっ、ー、とそうだ過去は未来でトントン生まれた場所が貧乏でも自分の子供はボンボンだろう

星の数の星物はう目に星になる前にすべてこの手にいびきかく暇あるなら死をかきマスをかくより体にお絵かき今は口より行動過去は未来でトントン生まれた場所が貧乏でも自分の子供はボンボンだろ仲間が乗るポルシェみたいに走らすボールペン,ペン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 高級車まだ乗れねえけど俺の曲は乗れるぜスクスク ルールは破るけどマナーもらるなら守る無法地帯の週末の夜星になったあいつの分まで遊ぼうぜ<や> !I'm a t e a c h e motherfucking s t a r e s いや、めっちゃいいっすよね。<laughs> あ<す>なんか、賞上がるし言葉遊びめっちゃおもろい何個か好きなとこあって、マスを書くで体にお絵描きとかそれも書くで,で結構タトゥー入ってるじゃないですかとか結構いいなと思ったし これは結構俺最近なんかここここ入れてないですかはい最近っすよねはい前入れてました前は入れてないですですよねはいはい前っていうかそうですねいつぐらいに上堀入れたんですか上堀は入れ始めたんが去年の10月とか9月とかかなに左を入れてで右は この間、七時間、六時間ぐらい。マジっすか。こうついて、あと二時間、なんで、七月に完成しますね。今月?。あ、じゃ、来月か。来月ですね。で、完成なんだ。はい、右は完成ですね。一旦。え、何回に分けてやったんですか。ええと、その時の僕のスケジュールによりけりなんで。うん トータルちょっと忘れちゃったですねでも何回かほんま5回か6回ぐらいはこっちは行ったと思いますやばいっすねやばいからやばくないですかでもあぶりってそうぐらいかかるのかなやっぱ時間かかるもんだと思いますガチであぶりなんすか竹のやつそれともあうマシンスすマシンっす手彫りの方もいらっしゃると思うんですけどその堀さんとセッションはまだしたことないですなるほどですねはいそっかそっかちなみになんですけどなんかちょっとこの ちょっと調べてて、めっちゃ猫が好きっていう。はい。猫超できて。は猫結構飼ってるんですよね。猫、そう、実家が。結構、俺のおかんが。あの。すごくて、情熱が、動物に対しての。で。あの、実家には、猫三匹と。はい。犬二匹。おお、結構いるの。そうなんですよ。で、全部、その、野良猫であったりとか、野良犬であったりとか。その。 そういうい類のストリート・チルドレンをオカンがこう家で助けてあげるじゃないですけどでそのそうなんですよねまあそうだからおカも結構それ以外にもこのストリート・チルドレンたちをこう。はい 作ってあげてるんですよ。<ー>だから、いうと、そんだけじゃないんですよね。いうと、今三匹と二匹と、あ、五匹なんや、みたいになると思うんですけど。まあ、かける二点五ぐらいは、こうおるんですよ。はい。え、どういうことですか。<laughs> 場所は違えど。<laughs> あ、そういうこと。そうなんですよ。ええ <ー S>。そうですね。なんか、当時は、動物おりすぎやって、みたいな。感じで。この、ちょっと嫌な。 いやっていうか今僕がもう実家に帰ることは多分ないですけど当時やっぱ実家住んでたんでそうす、ね、いやもう動物降りすぎや動物園やん家みたいなってやっぱなるじゃないですかそうですねでもこう離れ, <laughs> 離れてみてあのー。 じゃあ僕がその実際におカンがやいよろぐらいにこのストリートチルドレンたちを救うためにまずこの情報をゲットしてで行動に移せるかって想像したらいや俺は多分できんなって思ったわけですよおカンすげえなみたいなるほど、ね、リスペクトマダーですねリスペクトマダーができたってことですねはい、はい、なるほどねえでも猫派なんだ犬派よりはどっちかというとそうですね結構猫犬も好きなんですけどはい、はい でも猫がすごい好きで僕一人っ子なんですけどあのー、で母子家庭なんで、うん、そのおかんと僕しかいないんですよそのや<ー>屋根の下には。で僕が小学生ぐらいの時にこの野良猫がうん、うん。 君に迷い込んできて牛乳とかエスやったらもうおれん君に住み着くようになって、うんはい、そいつコウメって言うんですけどコウ,メコウメちゃんはストリートなんですよ。バ、はい、バチバチで、うん メスえ多分猫ってねメスの方が強いんですよああそうなんだあのー、戦闘能力気性、えー、とかああそうなんだ気性<荒>ないんだ荒くて <laughs> でもバチバチなんですよで <laughs> <laughs> 言うたらその後にこの僕の家に迷い込んできたりとか僕あの小学生の時とかは、はい、あの野良猫を虫取り網バチーンってこう言って <laughs> <laughs> これこうバチーンってこう。 捕まえて猫好きやからもう一匹飼いたいみたいな僕なってるからバッ捕まえておかんのところバッお店おかんのところバッ持ってっておかんみたいなこと捕まえたこれ買っていいみたいないいでみたいなそう、小5とか小6なんですけど。そうなんだっていう感じでこうこの孔明以降来たのはここトラっていう猫なんですけどトラとポンタと。 あとモっていうのが来るんですけどモは最近も言うとめっちゃ若いんですよ今めっちゃヤンガンなんですけどポンタとトラがこう後をいてくるようにお蓮く君来たんですよね。からそらオスなんでこのまあ巨星の手術みたいなのをしててでコウメだけはしてなかったんですよメスやしみたいな。なんでそのほなけんか分からんのですけどこコウメがバチバチなんでスズメとかをこのあやめて そうコウメストリートのスズメあやめてで口でくわえていい持って帰ってきてこのトラとポンタの前にポンって置いてどんなもんやみたいな絵があってそしたもトラとポンタも「へえ」みたいな「はあ」みたいなってて「うわコウメボスやな」「ボスや」「お前はボスや」 うちの実家の犬も米だわ。ごまじっすか米でつながったっすね。米つながった。米。そうだったっすね。それとさ、なんかあのちょっと話また変わっちゃうんだけど、第一型糖尿病一型糖尿病。一型だ。一型糖尿病。これはどういう糖尿病なんですかえっと。えっと。 例えばまあ今こう今か食べたりとかジュースを飲んだりとかするとあの多分ザーク君とかはすい臓の中の一部の臓器からこインスリンっていうのがう無意識に出てちゃんと調整してくれるんですよ健康体で折れるようにで僕はその膵臓の中の一部のこインスリンが出るところがもう機能停止かな、まあ、ちょっと人よりかはもう動かんくなっとるんですよねなんでインンスリンがちゃんと この,100このパフォーマンスでできないんですよんだからうこう計算して、はい、その外部的にこう注射をこうお腹に打つそうなんだみたいな感じなんですよ<ー>でさっきなんかインタビュー中にピーピーみたいな,なた、ね、聞いたことない iPhone の音みたいになってたと思うんですけど <laughs> まあそういうとこはなんかそのセンサーっていうか「うん、ああ今血糖値高いですよ」みたいな。 あと血糖値低いですよとか、まあ、こう教えてくれるんですよ iPhone がもの言ってくれるんですよ、えー、昔はもうそんなんじゃなくて一、はい、回一回こう指先をこう圧迫してうん、うん、で針でプチーンとかやってでチーピューとかやってパッて吸ってで10秒待ったら血糖値が分かるみたいなやばでそれをまた6時間後に測るみたいなだから点と点なんですよ昔ははいはいはいでも今は iPhone とかもデジタルなんで、はい、このもう全部グラフなんですよ 昔も点と点でこうちゃんとメモして12時なんぼで何も食べてなくて例えば18時なんぼ、うん、ってなったら例えば12時あの100とかだとするじゃないですか、うん、でザック君とかも基本100なんですよ。うもう何食っても何しても基本100なんですよ健康な人は、うん。で100で12時100で18時じゃあ例えば250とかとしたら。うん あじもの食べたけん高あっとんかなとか、うん、まあそういう感じでこう予想していくで計算して注射を打っていくでも今はもう,こう12時18時とかじゃなくてもう24時間あの分かるんでこう携帯を開いたらもうクラフでビューとかってなんすっげえな医学確実に進歩してるんやなって進歩してるですね、はい、どんいでんですか食べる前とかあそた食べる前とか食べる後ととか,かまあその 結構この数字を僕がこうメディアとかでこう言っちゃうとこのもういつもじゃあ例えば僕がここで6回って言ったらもうほんまに6回毎日売ってんねやみたいな感じになるんであので6回歌う日もあるしその日にりりけりそう例えば僕が今日1日もう言うと昼飯しか食わんかったってなると言うとこの昼飯の分とあとはその24時間。あの キープイットゴーインするためにこのマラソンみたいな注射とあと徒競走みたいな感じでごっつ速攻効性のある注射の2種類があるんですけどまあ他のにも種類はあるんですけどねで僕はその2種類打ってるんですよ基本的にはだからその24時間のえっとマラソンみたいな継続的なやつはもう絶対1日1回打たない,いかのんですよでそれ以外のやつはもう血糖値高なったりとかそのえっとなんか摂取したりとか口から。 した時に炭水化物とかで結構血糖値って上がるんですけどポテチとか,なんかだカップヌードルとかの裏にこのカロリーとかあるじゃないですかあそこの糖質と炭水化物が言うたら僕が計算するために必要な情報でそれをもとに僕が計算していってじゃあこれぐらいかなみたいな感じでこう売っていく。で それで計算間違えとったら低血糖にもなるし血糖値が100にななんて200のまんまの時もあるし人間なんでこうミスはするんですよそで,す、ね、でもそのミスした時の対応の仕方は僕分かってるんで、うん、だからこうミスした時あのなんていうの例えばこう救急車で運ばれたりとかは人生で一回だけあるんですけどでもそれしかないしでもそれぐらいの,この責任とか意識持ってなかったら海外なんてマジでいけへんなと思ったしっ、ね、僕この間タイ行ってこの。はいはいはい 言たたらフェスっんですよヒップホップのフェスフェスティバルに行っててそこって結構規模がでかいから入り口のところに飛行機の税関みたいな金属探知機じゃないけど持ち物検査ゾーンみたいなのがあってそこにはタイ人の人がいっぱいいらっしゃるんですよでタイ人の人は多分ほんま雇われてるだけなんで英語もわかんないしとりあえずチェックして怪しいものなかったら OK みたいな感じなんですよ。 で、僕行くじゃないですか。そしたらポケットには今バッグ入ってるんですけど、まあ、いつもこういう注射みたいなの持ってるんですよね。インスリンの注射、えー、で 出てきて、まゆうた全部見られるじゃないですか。うん、で、バーっと開けたら、まゆうたら注射って見た目リキッドなんですよ。<laughs> なんだこれみたいな。なっとんすよい人が、お前これお前リキッドやんけみたいなってて。こっ <laughs> そり隣もう一人のやつも、うわ、これお前こいつリキッド持っとるかなみたいなってて。<laughs> 誰みたいな。え、ウェイ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 イ、みたいな。イートアクターイートアクターイー YON?EAT a f t みたいな。あいなはあみたいな感じになってて。いや、タイプはデビリッジ、y o みたいな。 でも全然理解してないんですよ。<ー>で、うわ、やばーみたいな、キャパーみたいにな,なってたら、<laughs> その英語通じる人が来て、<laughs> えええ,え,えみたいな、タイパンダイベリーズ、タイパンダイベリーズみたいな言ったら、うん、あ、OKOKOK みたいな感じで、そいつは黙らしてくれて、<笑><笑>まあ言うてもしゃあないんですけどね、そんな。も全部しょうがないですね。ああ言うてもしゃあないです。でもそういう感じで乗り切って、えー、みたいな感じですね。えー そっかじゃ常に持ってなきゃいけないのか持ってなかったら言うたら何も食べれないですねまず血糖値上がっちゃうんでそういうことですかはいきついまあいつから小学5年生ですねあそんな前からなんだはい言うたらごあの結婚取り想の現実聞いた時ぐらい言うたら言うたらそれぐらいの時ですね時代はそっからずっとなんだはいそれまでは普通っす あ,あそういそれまで言われても結構長くないですかもうそこからの方が圧倒的にああそうですねもう長くなってきるよりですね,そうですねだって11歳とかでしょ11歳10歳11歳とかなんでもう15年約15年ぐらいですね,そううですよねだから糖尿病持ってる期間の方が人生で長いことですよねそうですね<ー>なんで結構そういう不思議なこの経験っていうのは僕しか多分してない経験っていうのはこうたくさんあって例えば僕もこうタトゥー入れてますけどこうこうタトゥーとかも あのーまあ、僕は入れたいから入れた、うん、で最初はそうダメって言われたりとかこのもしかしたら産むからそんなことはできないとかみんな否定的だけどちゃんと向き合ってくれ,るくれた人がやっぱたくさんいて少なくともいて、うん、でその人たちに背中押,押されるじゃないけどでも僕はもうどうしても入れたかったから入れれるもんならうん、うん、だからそれを信じて入れたうん、うん、一型糖尿病の人。うん っていう感じなんですよねだから僕は別にタトゥーを入れろとかそういう話じゃないしでもタトゥーを入れれるっていうかだって入れてるし、はい、だからそうなんかそういう感覚とかなんだろうまあいろいろあれですね、まあ、魔法と思っとるですね僕はこの1型糖尿病は結構魔法, <laughs> 魔法と思っとるし、えー、一番この付き合い長いあの人間ではないですけどんだろう存在僕の中では。うん なんでこう無視はできないしちゃんとその反応してくるしの血糖上がったり下がったりとか注射、うんあのー、打たなあかんかったりとか,、うん、なんかそうですねパートナーですね僕のうん、うん、なんで辛い思いはそんなしてないですねあそうなんだはいえー、結構意外でしたね もうそ,そこは多分もう乗り切ったというか言うてもしゃあないよなそれこそみたいなほんまになんかいや1月10におめえ人と違うけんとかそういう話じゃないしうん、うん、で僕最初ずっと言ってなかったんですよはい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 、はい、で昨年出した「うん、タイプンダイアビーリーズ」っていうアルバムと同時に、ね、僕もこうみんなに言うようになったんですよ<ー>だからそれまでは多分ノグっていうかもう僕の周りの人間もうん、うん、言うたら10人のうちの1人か2人しか知らんような 格で、僕は二十一歳、二十二歳ぐらいまでは生きてきたんですよ。あ、そうだったんだ。そうそう、ずっと隠してきとって、なんかその自分の弱いところ、言うたら弱点なわけじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。これ弱点を人に言うって、なんかどうなみたいな。こうジャングルの中で生き抜くためにみたいな。そういうことか。っていう、こう感覚とか、なんか。その時の僕の自分なりのアイデンティティがあったんで。あの、あえて言わん美学というか、そういうスタイルだったんですけど。 でもやっぱその自分の中で覚悟っていうか,なんか気持ちがあって東京来てでこの事務所とあの作品出すっていう契約をした中でやっぱその自分の人生にの中で今じゃあ一番表現したいこと何なんだろうと思ったらやっぱその隠しとることは事実やしで海外にブージー・バッダスってラッパーがいて僕の掴んだ情報だと彼も。 タイプのダイダリーズななんんででですすよよ型糖尿病結構そのギャングで、はい、この言うたらこのジャラジャラで、うん、こ,うこういう感じっすよねでゴッツギャングでバーンみたいな感じなんですけどなんかもう全然その僕は隠しとった時にこのブージーバッダースの情報を知ったんですけど、うん、この何ていうの全然隠してないんですよ、えー、でなんかそのインスタのストーリーとかで「はいはい あのー、今ここどこどこで飯食うよんやけどみたいな俺今注射ないからこれ食えんのよなこれみたいなこのフード食えんのよ俺みたいなほらけんちょっと注射持ってきてくれへんみたいな、えー、<laughs> みたいな呼びかけをなんかストーリーか SNS でやってるのを見て、えー、僕はすごいかっこいいなっていうかんか生命力の塊やなと思ったんでそういう刺激をもらいつつうん、うん、でやっぱそういうかっこいいアーティストがいたりとかたくさんいるんですよ。その 彼以外にもアーティストとかでもうん、うん、でもやっぱその自分を、まあ、ノーメイクっすよね言うたら別に隠すことなんてないし<ー>みたいな裸の王様やと思ってるから、うん、そのやっぱ人前に立つ以上は隠してなんか表現するよりも、うん、裸でバーン表現してやっぱかっこいいかっこいいと思うんでそっちの方がそれから言うようになりましたね。なるほどっすね、はいえー すげーななかなかいないからちょっとこういう話を聞けたのはいないっすか、はい、<laughs> 今まで会ったことないですもん一型糖尿病の人とあラッあそうラッパーもそうラッパーとかも関係なくまず一般友達とかにもいないっすね珍しいっすかね珍しいと思う俺の父親が軽く糖尿病でも一型糖尿病とかじゃないからあ<ー>ちょっと糖尿病気質みたいなそうそうそうはいはい、はい、このままだとやばいよって言われてあもう早めにそれはもう病院連れてあげたほうがいいっする うん、そうだからそういう感じなんですよ。僕のフットの徳島っていうのはこう。日本47都道府県の中でも結構その。 糖尿病の患者数が多いで。え、あ、そうなんだ。町なんですよ。この統計的に。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。で、僕のフットはそういう感じのカルチャー。なのかもしれないですね。そうかもしれないですね。はい。はい、土地ガラス。はい、土地ガラス。なんかちょっとあれだけど、ね。<laughs> はい。土地ガラス。僕は。完璧に。<laughs> そういうことか。はい、オーケー、オーケー、オーケー。え、それで、まあ、ちょっと、まあ、これからの活動とか。の話、ちょっとしていきたいなと思うんだけど。はい、まあ。この間出てた。しゃあない。 言うてもしゃあない言うこの曲が出たと思うんですけど、はいはい、これはどういう経緯で作ったとかあるんですかえとその僕の中で新規でガラッと環境が変わりまして音楽を作る環境であったりとか、うん、まあ引っ越しをしてみたりとか海外初めて海外行ってみたりとかうん、うん、そういろいろガラッと環境が変わってる途中でその作っていた曲なんですけど、うん、なんかほんまにあの生きてたら。 あのー、たくさんいろんな人と出会うし東京って結構初めましてが多い町やと思うんですね確かにで徳島とかって結構ローカルやから言うたらもうだからその自分の地元のカルチャーとはまた違うカルチャーが東京にはあって、はい、そこでこう生活して初めまして、うん、してコミュニケーションとかこうなんかプランを進めるためにこうやっぱ問題とかが起こるじゃないですか。はい でこ問題をクリアしても問題の向こうにまっとるのはまた問題だったりするわけじゃないですかそれをまたクリアしていったらまたまた問題があってとか繰り返しだと思うんですけど、うん、なんかこの悔しかったりこの1月糖尿病であったり、うん、なんだろう 誰かとこうトラブルになったり問題になったりとかって、まあ、結局もう言うてもしゃあないなみたいな全部言うてもしゃあないんですよ <laughs> ほんまに <laughs> でこうペラ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 しゃべるのも大事なんですけど、うん、でもやっぱもう行動を起こしてこの結果を出して以外ないと思うんでうん、うん、そうですねなんでこう ほんま全部言うてもしゃあないなうわーみたいなうわやっぱ寝坊してもた言うてうわやっぱどうしようみたいなもう言うてもしゃあないからもうとりあえずそこ謝るみたいなもうそこ謝ってそこ向かうみたいなすいませんでしたでもそこから行動するしかないし例えば大けがしてしまったみたいなほんまショックやみたいな最悪やみたいなっても言うてもしゃあないからとりあえずじゃあ今できること何なんだろうみたいなじゃビート聞いてみようみたいなそこから俺のヒップホップが始まってってとかそか月の年分隠して生きてきてとか あのーね、その言うてもしゃあないから、うん、行動で示してやろうとかそういうバイブスが、ね、その僕のライフスタイルを表現した曲になってますはい、はい、あの曲は。わーちょっと皆さんぜひ聴いてください。 いい感じでですんここからどん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 新しい T スト君も見えていくということで新しい T ストもマジになっていくと思うんで今までに出た理そのビートジャックテープとかそういうのが結構マジで熱くなってくると思うかもしいですうさらにレア度が上がっていくっていう。なるほどですね。そういうことか。はいうことであっという間1時間半近く話しちゃったんですけど楽しい時間を楽しかったです。こちらこそありがとうございます。とというこでまた次の あの、エピソードでお会いしましょう。Peace!Peace! よろしく,くよろしく,く <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> あっちもやったっす。